今日はね、昨日徹夜になって、アップを各種 OS アップデートして、翌日ね、休みでしてのグタッとしましたね。ぬめぬめ。今日は、昨日はね、アップウォッチで荷物置いて手ぶら置き、アップはiPhone から縮小だから、仕様を買ってしまったので、ね、さらせなくなってしまったんですがね、なんかね、アップウォッチを移してウォーキングの結果、あとランニングもね、iPhone で、ね、アップウォッチに仕様が変わってるんですが、アップウォッチでランニングする機会が、ランニングする機会が、今日はもう雨降っちゃって恵まれてませんね。あとは iPhone、ホームボタンミニから iPhone に近づけて、トップガンの曲転送と、ね、帰り、今日ドライブ、帰りはね、昨日ね、ブルーノマーズのね、自動解説の中でブルーマーズの曲を聴いて YouTube であれしましたね。YouTube ミュージックで、ね。あとは、PayPay カード、今月に402ポイント入ってきました。携帯代がね、ワクンと安くなるからね。ハバー。入ってくるからね、あれですね。あとはね、iPhone。あとはね、iPhone。今日はね、で、深夜に見つかる方とかはね、ユニコーンに乗ってね、一番伊藤さんの発案のね、名案やね、カフェに、から思いついて、カフェに乗って、カフェでなんか、インフルエンサーにね、事前に広めてもらう形で、とあそこまでは僕目を見せ方では言ってませんでしたからね。それで杉野之助がインフルエンサーから言われる役だとね、理想の彼氏エグザイル佐藤大樹くんか、佐藤大樹くんね、漫画家役だったのかっていう話でね、まあ元乃木坂46ね、フルミューノからね、アイデ人気アイドルグループのセンターって役なんですがね。それで、それから、その子が思いをしてる役ですね。もう一回始めて、どうぞ。
今日はね、ユニコーンに乗ってね、一番一つの演じる社員の活躍発案ねっていう話ですね。で、インフルエンサーと仲のよいね、これ仲なのかな、なんかね、杉野遥亮さんとね、理想の彼氏ね、理想の彼氏はおまさやさんのね、佐藤大樹くんね、エグザイルグループ LDH のね、佐藤大樹くんね、漫画だったんだって話ですよね。女性アイドルグループの、センター堀見に元の乃木坂落ち着くと褒めるような感じでね、向こうが見つかれてる漫画家でしたね。